今日は信長が弟の信勝と家督継承を争った時信長に従っていた兵力はどれぐらいでどんなメンバーだったんだろうという話です信長というと父親の信秀の葬儀に遅れて異様な格好でやってきて信秀の遺廃に向かって真っ向を投げつけたというエピソードが有名です なんで信長はあんなことをしたんだろうと秦野先生や金子先生の話を聞いていると、信秀の葬儀というのは、信長を家族継承から外す儀式だったらしいんですね。しかもそれは信秀の意思だったと。信長としては、そんなことは許さんと。父親信秀が決めたことであっても、これは納得せえへんで、ということを、 みんなに宣言するために、葬儀の場に異様な格好で現れ、信秀の遺廃に向かって真っ向を投げつけたんだと。なるほど、そういうことだったのかと。そういう信長にとって意外な展開になったのは、信秀が亡くなる直前のことなんですね。信秀は1552年に亡くなっていますが、その3年前、1549年、 信長は斎藤道三の娘濃姫と結婚しています信長は斎藤道三という強力な外籍を得ましたそして信秀は信長との共同統治体制に移行しますこの時点で信秀が信長を家督継承者と認めていたことは確かですこの頃信秀は西三河を失って 勢力に陰りが見えて体調も悪くなってきつつありましただから信秀は後継者を決めておこうとしたんですねところが3年後の1552年信秀が亡くなった時には信秀は末森城を弟の信勝に与え信秀に従っていた柴田勝家のような重臣たちも織田信勝が継承します 信信信長と信勝勝のの母親である土田御前は信勝の方につきましたこれは土田御前が弟の信勝を愛していたとそういうことではなくて夫である信秀が信勝を後継者にすることを望んでいたので土田御前としては夫の信秀の意志を継いで信勝に家督を継承させようとしたんだとあなるほどなと思いました。 そういう状況の中でそれでも信長が動員できる兵力はどれぐらいでどういうメンバーなのかこれがね私は知りたかったんですね。そこで図書館に行くと「織田信長総合辞典」という本がありました。この本をもとにしゃべってみたいと思います。父親の信秀が信長のためにつけてやった宿老は4人います。 青山よぞえ門の城、内藤翔介、林秀里、平手正秀の4人ですこのうち青山よぞえ門の城は1544年に斉藤道三との戦いで討ち死にしました平手正秀は信秀が亡くなって信長と信勝の家督継承争いが起こった時に全党を悲観して自害してしまいます 林秀定は首労の主席ですがあろうことか信長拝着を企てて織田信勝側に行ってしまいます結局信秀が信長につけた宿老のうち最後まで信長に従ったのは内藤昌介一人ということになります1549年織田信秀は信秀信長の共同統治体制に移行して 信秀自身が亡くなった後は、信長の単独統治体制にする予定でした。ところが、信秀は方針を変更して、信長の単独統治ではなく、信長と信勝の共同統治にしようとします。そして、いずれは信長を拝着して、壇上の中家の家督は信勝が継ぐという形にしようとしたんでしょうね。だから信長は、 信秀の不満を表すために葬儀でああいう行動を取ったわけです。信秀が亡くなるといろんな人間が動き始めます。鳴海城主の山口範次は織田家から離反して今川家に乗り換えました。1552年信長は山口範次と戦います。この時信長勢は800でした。続いて信長は おじの信光と組んで、かやずの戦いで守護代の織田信友を破りました。この時の兵力がどれくらいであったかは分かりません。1554年、守護代の織田信友が守護の柴義宗を暗殺すると、柴義兼が信長に保護を求めてきます。守護という大義名分を得た信長は、あじきの戦いで信友を破ります。 この時の時兵力も分かりません。1555年守護代大,大和守家が滅亡し信長は清洲城に入りましたところがその翌年外籍であった斎藤道三が長良川の戦いで斎藤義辰に討ち取られてしまいます斎藤道三という外籍がいなくなったことによって信長と信勝の 家督継承の戦いが起こりました1556年9月伊能の戦いで信長は信勝に勝利しますこの時の戦力は信長方が700信勝方が1700です信秀の重臣であった林秀貞柴田勝家は信勝方に入っています伊能の戦いで信長が勝ったことによって 柴田勝家のような重臣たちが信長の配下になります。その結果、信長の兵力は、林秀貞や柴田勝家の兵力を吸収して大きく増加します。1558年、信長は信久代と手を組んで、上四軍守護大の織田信方と戦います。この時、信長方の兵力は2000。 信清方が1000で、信方方が3000です。伊能の戦いの時、信長方は700でしたから、この700に林や柴田の兵力を付け加えるとすると、2000ということでだいたい計算が合うんでしょうかね。私が知りたいのは、一番最初から信長に付き従っている兵力はどれぐらいで、そのメンバーはということなんですよね。 終わり赤塚の戦いの時の信長勢が800、伊能の戦いの時の信長勢が700ですから、織田信長に最初から突き従った兵力は700から800だということが分かります。そしてその中に、林秀定や柴田勝家のような壇上の中継代々の重心は入っていない。と、 じゃあこの700っていうのはどういうメンバーなんだろうということになりますね。最初から信長に従っているこの800というのはどういうメンバーなんですかと秦野祐介先生に聞くとこれも明快な答えがあってそれはね前田利家のような人たちなんですよ。各家の次男や三男を集めてきて家臣にするんだねと。 じゃあ、前田利家ってどんな人なんだろうということを調べてみると、前田利家は荒子城主、前田利治の四男です。着手は長男の利久です。利家は14歳で信長に仕えて、かやずの戦いが初陣です。利家は四男ですから、荒子城を受け継ぐことはできません。つまり、信長は、 各家の次男三男四男などをリクルートして兵力を作ったんですね。柴田勝家や林秀貞のような織田家代々の家臣もいることはいるんですけど、こういの人たちは一旦信長敗着を企てて、信長と戦って負けて信長に従ったわけだから、林や柴田というのも父親から受け継いだというよりは、 信長自身が戦って勝って家臣にしたということですね。信長の家臣団というのはそういう構成になっているのがだ,だとすれば木下藤吉郎とか明智光秀とか才能のあるやつを後からどんどん入れていくことはできますよね。そしてその順位をどのように変えるかということも信長が自分で決めればいいと。 小田家代々の序列なんか関係ないと案外そのあたりが信長軍団の強みになったのかもしれないなと思いました